あ、ちょっとちょっと、いいでしょ、危ない危ない。はい、ということで今日も盛り上がっていくんで、ヘイ、イエーイ、イエーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、始まりました、はい、リラックスタイム邪魔してごめんね。あ、いや、こちらこそ。リラックスしすぎてましたわ。いや、うっかりうっかりうっかりしました。普通にびっくりしました。今日はね、もい3人もい3人ですよ。最初2人で ゲストっていう扱いだったんですけど、名前出てるからね、もいでも、あの、もう一人来るんで、もいお久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶり。何文字で噛むねすごいな、この、なんかめっちゃ久しぶりじゃないこの少ない感じ。いつもなんかさ、あの、人いっぱいいるから、うん、こんぐらいはやっぱいいですね。まあ、ハモんなよ。いや、どうですかね、こんぐらいがやっぱいいんじゃないですか。うん、こんぐらいがなんかね、俺がやった動画もあるしね。うん、いいと思う。思ってないやん。興味ないやん。全然興味ないやん。最初乾杯しようか。飲もう持ってくるわ。あ、もう飲もう持ってきてくれよ。やっぱ少ない方がいいよね。多いと。誰がやっぱ出てほしい？ピーとかやっぱ出てほしい。ヒロとね。ヒロと入れてほしい。おお、早速なんですけど。早速なんですけどね。一回これ飲もうか。ケピー。ケピーしようか。ケピーしましょう。よしよしよし。いや、やっぱり酒飲まないと。いや、酒飲まない。やっぱ酒飲まないと。リスト僕も大好きです。ゆうきのことが大好きな人はいませんか。そんなことを言われたらもう大好きです。あんちゃん、お母さんに。店名がトンビなの。いや、店名はあの AJ って言います、ね。AJ です。番組の名前がトンビっていう。AJ 劇場のあの AJ ですね。あ、ヒロトに出てほしい。母、純子。母に お金渡してたもんね。おー、あとです。なんか書いてくれ。ただ倍母だけをつけるなって言ってたのに。言ったのに。倍母ってつけるなって言ったのに倍母ってつけてもってる。純子あっちじゃない、三水に京都のみたいな、わかる。俺ちょっと漢字わかんない。三水に去年の今日、純子、純子ですね。すぐつけちゃうから。あ、もう全く純子は全く純子、お茶目なんだから。あら、ごめんなさい、倍純子って。めっちゃ口調似てるからね。すぐやん。やりましょうか、KP。 なんか水ない、水。ああ、うん、はいはい。したらね、早速なんですけど、はあ、今日2人で最初出た理由は他でもなく、はいはいはい、AJ で、あのね、7回滑らない話を持ってる軍団と。ミスター滑らない話で有名な、はいはいはい、僕とこちら、はい、ゆうきくんが前回の報道ですよ。そう、前回の報道。前回の報道のすごいね、やっぱ今日は滑らない話の回にするっていう、はい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 、ね、滑らない話ですね。で、あの、選別されたのがこの3人だったと。はい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 、やはりもう AJ が前回の報道ですよ。滑らない話の回。はいはい。マジっすよ、これ。一番ね、難しいんじゃない？今日は滑らない話。めっちゃ期待。やばいやん、これ。季節だね。サイコロやってね、やった方がいいよね。あー、おもろいね。サイコロないんだよな。ないんだよな。何する？じゃんけんぽんにする？どうしようか。なんかお題があったらね、それに関していけるんだけど。お題があったらいいんですけども。まあ、お題なしでもいけるけどね。まあまあ、まあ、オールジャンルいけますけどね。オールジャンルいける。オールジャンルいけますけどね、ちょっと熱くなってきた気がする。ちょっと熱いなと。ちょっとな、体温上がってくるよな。ちょっと熱いなと。よし、じゃあお題、サメ。サメで。お題はサメ。どんなお題やる。サメか。サメですね。あ、あれかな。サメね。あれかな。サメか。サメか。早くない？もうこれ鳥の方で持ってくるやつじゃないですかね。サメ。そう、オールジャンルの AJ。そうですね、オールジャンルで、オールジャンルですか。サメに面白くできたらマジ尊敬するだって。
やりたくなっちゃう。やろうやろう、一回やろうか。じゃあ俺からいっちゃおうか。そしたら最初に蹴んの厳しいけどちょっと頑張るわ一回。あの僕サメ見たことないですけどあのねサメか、あのね僕が結構釣りが好きなんですよ。釣りが、はあはあ、釣りが好きで、あっいいこと考えた。また原点戻りますわ。あの、はあはあ、そのサメでもやんじゃない。僕の高校の時の教師が、はあはあ、山崎先生っていうね、はあはあ、高校の時の体育の先生がいたわけなんですけど、はいはい、でもうめっちゃすごい怒りっぽくて、やっぱ体育会系の先生って怖いでしょ。怖いですね。でいつも帽子かぶってるんだけど、はいはい、こうやって俺らがこうやってめっちゃ怒れてて、うわーめっちゃこいつ怒ってんなと思って、どんな帽子かぶってんだろうって思ってみたら、あのシャークって書いて、あのサメの形のあのジョーズのシャークっていう帽子かぶってました。限界だな、これが。これ限界、これ限界。もう思いましたよ。ええー、で、サメ。誰が悪いか今ちょっと確認ですよ。サメ、あなたです。サメでお題出したから。でもこれマジ。マジ。で、その友達と、あのシャークのどの部分見てたって。S とか、K の部分、尻尾の部分とか、やってましたね。うぜぇ、体育会系の。俺、なんでシャークの帽子。シャークって、本当に、それで、あの魚のサメの形できてる。シャークで。そう、あのシャークってローマ字なのにサメの形なの。めっちゃ面白くない？その帽子。あったらめっちゃ面白い。ハンマーヘッドシャークって誰やねん。わし、今の面白い。ありがとうございます。サメは難しいね。むずいね。サメはむずい。一発目俺こんなハードル上げられたら。もう少しあのいいお題欲しいね。枕ホストとかでも難しいよ。逆に難しい。その時点で面白いじゃん。枕ホストっていう時点で面白い。いやあ。秋。愛と勇気。愛と勇気。おお。誰かね、お題なんかあれば。動揺してるやん。フルに。なんかありますか、お題。お題があったらね。なるべくできれば。お題が難しいですかね、逆に。リスナーさんいつもポン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 出してくれるから。お題プリン。プリンかよ。お前ほんと泣かせたろか、お前。お題プリン。お題プリン。ってか、滑らない話ってお題もらってやるようなやつ。よし、プリン、プリンでいこうか。プリンでいきましょうか。じゃあね、プリンね、プリン。プリン。プリンですね。それはないよ、それはない。プリンだ、プリン、わかった。お前、俺出たもん、プリン。プリン、プリンな、あのね。やりましょうか。プリン、じゃあ。あ、プリン、じゃあ僕から行きましょうか。それはない。あ、まあ、じゃあ。わかりますかね、プリン、プリンですよ。プリン、わかりますか、ドン・キホーテとかですかね、プリンを作る、バケツプリンを作るみたいな。うん、キットっていうんですかね、セットみたいなやつをですね、高橋長生君の家でやってたんですよね、みんなで。みんなでやって、誕生日、ようやくの誕生日だから、プリンが好きだから、特大プリンで画面プリンをやろうみたいな。画面プリンをやろうっていうので、バケツプリンを作って、冷蔵庫で固めておきまして、ようやくが来たんで、バケツを持って、画面プリンやおい、やったら、何も固まってなかったっていう話。びっちょびちょだった。びっちょびちょ、ただの卵と牛乳の液体を顔面に誕生日にびっちゃーみたいな。プリンよりきついね。プリンよりきついっていう、もう精一杯です。これがやっぱすごい、プリンのサメで作れるのはすごいよ。すごいですよ、プリンでシャークしてましたから。これ難しいよ、ほんとに。いやプリン飽きたからゴリラにしよう。だってゴリラにしますか。ゴリラは B 型しかいないしね。ゴリラはあれですよね、ゴリラゴリラゴリラですよね。ローランドゴリラっていう本名はゴリラゴリラ。ゴリラゴリラゴリラ。お題、小さいことのやりとりで。あ、いいね。あ、そういうのがいいね。じゃあね、これ本当に今、そのお題出る前に俺話そうと思ってた話があって、そう、本当に小さいことのやりとりなんだけど、俺が結構ね、いつだかな、中1、中2ぐらいの時にこう砂場でこう友達とかと遊んでたのね。はあはあ、落とし穴作ったりとか、はあ、久々にちょっと落とし穴作ろうぜみたいな、はあはあ、で小さい子ももちろんわーっていて、はあはあ、
滑り台の上からなんかガキ大将みたいな子がいて、ジャイアンみたいな、そうでずっと俺の方を見ながら2フラム2フラム2フラムって言ってんだけど2フラム全然分かんなくてなんだろうって思って検索したら、あのドラクエのドラゴンクエストの呪文で格下の呪文に使う技なの、あのしかも内容があの相手を消す技格下の相手にしか効かないし、相手を消す技。お前ちっちゃい子に、そう、にフラム格下やと思われてるし、消えろって言われたから、そう、消えろ、消えろってめっちゃ言うやつよどんだけ俺にフラムかけんだいや消されたね。いや持ってんな、なんだよお前、いつから用意してたんだよずっとにフラム、にフラムっていつから持ってたんだよそんな言われたことあるか。いやすげえな滑らんな、滑らんな、持ってんな、持ってんな、滑らんな。ニフラムはきついよ。これあの本当ググれば出てくるからどんな呪文か。めちゃくちゃ持ってんじゃねえ。いやーずるいな。ゆきさんはない。ゆきさんはないの。ゆきさんの子供とのやりとりですか。子供じゃなくてもいいけどね。小さい子で謎だよね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ謎ですよ。本当に。ぶっちゃけ謎ですよ。ちょいちょいツッコミがすごいね、ツッコミとガヤが。まあ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 ずっと下痢大丈夫でドラゴンクエストシリーズに登場する魔法括弧呪文の一つ言いましょうか。いや、そうか。今、はい、緊急ゲストが来てくれて、緊急ゲストというか、はいはい、なんとですよ、はい、吉田栄作さんが、お吉田、あの吉田栄作さんが、あのですね、どうぞどうぞ。でーん、誰が吉田栄さんめっちゃそうやって紹介しろ言うたやないですか誰が吉田栄さんそうやって言え言うたやないニフラム自分のところの従業員あれ、大丈夫、お腹痛いの大丈夫。あ、もうすぐ今世紀最大の下痢でして、僕今世紀最大の下痢でして、お昼からもう18回ぐらいうんこしとるんですけどなんか、あの、肛門おかしくな変な話変な話してたら変な話、軽めに切れてますよ、もう。あ、そう、アナル、アナルがだいぶね、ゆきのアナル。ほんで、司会はどっちなの。なんかダブル司会みたいな感じでやってましたね。女が主役ぐらいの感じの、はいはい、なんか基本的には滑らない話していこうか、みたいな。あ、はい、あんまないじゃないですか、滑らない話し会って。ないですね。コメント拾ったり昔はな、ようしてたけどね。そうですね、全然なくなったんで。結構あるよ、もう溜まってるよ。2万個持ってる。何個か、何個か捨てたもん多すぎて多すぎてもう、面白いか面白くないか別にして何個かも捨てたから塚田さんから見た2人はどんな感じ。どんな感じかな。ゆうきはなんか、一生伸び悩んでる感じガチガチリアルやんけリキとはどんなんかな。リキとはね、なんかまあまあ真面目な話するとすごいね、ミーティングとかもすごい仕切ってくれたりとか、発言もすごいしてくれてすごいいい感じやね。ゆうきは一切ないゆうきは一切ないね。一切ない、一切ない。僕なんかしましたっけ。何考えてるんか分からへんよね、ゆうきって。よう言われへんそれなんか、もうよう言われへん。まあ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 、何考えてるのか分かんないか、何も考えてないかって言われる。カンマって頑張ってる感あるよねって頑張絶対知ってる子知ってる子じゃないとこんなの書いてくれへんから。そうっすよね。カンマって頑張ってる感あるよねってリキドとユウキ何歳って書いてるの。僕は20、僕は21ですね。あ、21、若いなー、はい、21です。ユウキはウエスタイキモーズ、吹けるわ俺、吹けるわお前いやー今のウエッサイって言ったの。ウエッサイ、ウエッサイ、ウエッサイ、ヒップホップヒップホップのやつでウエッサイなんかさ、多分あの AJ でユウキとさ、いっぱい喋ってんのってなんか俺らやんか。そうさ、ね、なんか耳めっちゃ進化してくるユウキと喋ってたらな、なんか耳良くなる気するどんなものでも聞き取れる気にはなる一瞬凍りついたって書いてるよ。なんでそれ読み上げるんですか。ちゃんちゃん、ツッコめやボケてくれてんねんなんで普通に返すの
めっちゃ怒る。めっちゃ怒られる。めっちゃ怒られてる。なんで普通に返す。いろいろこんな嫌われてる。めっちゃ面白かった。はい、じゃあ面白い。ウェッサイが306。何ウェッサイいいね。元気好きやでって書いてるよ。ありがとうございます。僕も大好きです。なあ、愛されてるもんな、ゆうきもな、リストも。ありがたくことも。はい、ほんで、滑らない話は二人ともしたの？もう僕はしましたね。ゆうきは？僕はしましたね。二個もしました。三角ですね。三角一個ですね。田中さんは？誰や、誰や。田中さんは？田中誰や。アンガールズ？なんで普通に返されるの？普通に誰やねんって言われる。アンガールズの田中さん。なんで忘れてるの？全然忘れてる。言ってない同様ですよ。嫌いな。で、ラブです、ラブです。ラブですけど、動揺が半端じゃないですよ。忘れてた。なんで忘れてたん？僕ですか。ちなみに今日は、その滑らない話と、あれ、面白ニュース、ツッコミ大会やろうと思って。いいっすね、いいっすね。やっぱり面白いニュースって、もう巷に溢れてるやんか。あるっすね、ニュースたくさんあります。たくさんあるね。ネタとかでしょ。むちゃくちゃあるね。それが、リキと調べてるよ。今一緒の。で、ユキと俺がちょっとツッコむ感じにしようか。はいはいはい。あとね、ちなみにね、僕報告が、皆さんに報告あるんですけど、僕結構今めっちゃ喋ってるけど、はい、こっちの骨削っててめっちゃ痛いよね。なんでなの？なんかな、ほら、親知らず、はい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 、親知らずがあまりにも深いところにありすぎて、はい、抜けなくて骨まで削ってむちゃくちゃ腫れてんのよ、実はこれ。ほんまやったらもっとこんなんなってるんやけど、こっちだけすごい腫れてて寝れへんのよね、痛くて。地獄やねんけど。ほんで、歯茎を塗ってんのよ、今。あ、塗ってんのよ。で、がっつりっすね。うん、そう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 。で、糸とかもむっちゃ出ててさ、あと、なんかな、ほら、歯茎がペランペラペランペラペランペラ、あ、なんか分かる。こうなってんのよ。こう、めっちゃ気持ち悪いのよ。ペランペランってこれが絶対おかしい。はい、言いますか。まあ一応報告はそれだけで。はい、ニュースが、ニュース、面白いニュース、はい、最近やっぱりダチとかいろいろあったじゃないですか、うん、で昔のあれなんですけど、タリバンに拉致されたインド人の人が、うん、俺がカレー作るよって言ってタリバン兵が拉致したんですけど、タリバン兵が、うん、お前のカレーマジうめえな、お前いいやつだなって言って解放したらしいんですよ、うん、っていうのをどうしましょうかめっちゃツッコミっていうニュースが。ステファノの話。ステファノの話。そういう話もあるらしいですね。これダウンタウンのまっちゃんでも拾え。絶対に。絶対無理や。他、じゃあ次他のやつ。次行きましょう。めっちゃいい話もおかしいし。ユウキは何でもハイテンションに対して。はい、じゃあ他のニュースを。よし、待ってください、ね、うん、遅っ、繋いで繋いで、はい、いきますよ、幽霊と間違われた男性がいるんですけど、うんうん、生きていることを証明するために自殺したらしいです、うん、え、オカルトニュース見てるの？何ニュースなんだっけ、オカルトニュース。死んでるって思われてた人が幽霊とか言われてたんだけど、俺は幽霊じゃねえよっつって死んで生きてたっていうことを証明した。ちょっと待って、お前さ、その前にさ、お前靴下は梅津和夫みたいな。なリスペクトしてるの？だいぶ梅津和夫。なんなんそれ。びっくりするやん。で他は、いや、これもうちょいさ、食いつくようなニュースないの？結構ガチなやつでいきますか、うん、ガチ、いや、イスラム国のやつとかやめてや。あれガチすぎるから。了解です。最近聞いた面白いニュースにしてや。最近聞いたやつあるんですよ。ああ、言って。どこらかの国でプロポーズしたらしいんですよ、うん、有名なリゾート地みたいなところで、うんうん、で、男がプロポーズして女の子が嬉しすぎて飛び跳ねていたら、うん、飛び跳ねすぎて崖から転落したっていう。どうでもいいよ。その場を想像したら、そのニュースがどうでもいいわ。なんでそれだけ覚えてんの？まだいっぱい
い世の中に面白いニュースあんのに、なんでそこだけ覚えてるの、逆に。確かに。確かもうやっぱ感受性豊かなんで、僕ぐらいになると、僕ぐらいになると感受性豊かになっちゃって。やりましょうか。どんなんやんな。どうしたいねん。お腹痛いじゃん。でもこのいろんなこの今ニュース見てるんですけど、結構おもろいっすね。普通にニュースが面白いニュース結構ある。あの中国産わかめを水につけてふやかしたら、うん、黒ビニールだった。黒ビニール。あーそうね、そういうのばっかあるっすね。ビニールやんか。ビニールだったっていう。それ中国産。すごいな。それがボケやったら逆転やねん。これすごいっすよね。ロクワカメやねん。すごい、ほんとに黒ビニールだった。あ、俺あの滑らない話じゃないけど、はい、何やこいつっていう話があるんやけど、はいはい、この前あの新宿のあの西口かな、西口かどっかになんかあのやる気ジャヤっていう居酒屋さんがあるのよ。やる気ジャヤって、はい、ほんでなんか面白そうやなとか、最近あのその元気のある居酒屋とか、はい、そういうのすごいまた興味出てきだして、一回どんな感じなんかなと思ってパッてやる気ジャヤ入ったら、入り口のカウンターの方でバイト君が店長に今日で辞めますって。何やこいつって。何やこいつって思った。何やこいつ。やる気、やる気ねーと思って。やる気ねー。やる気じゃなかのに入った瞬間だったから、バイト君が言っとったんです。そうそうそう、今日やめます。やめよう。あ、もうちょっと入りに行くって思って、ね、そういうのとかあったりとかね。今の話でもう一個だけちょっと思い出したけど、あの店でね、すごいあの、まあ、新人期間はもう終わったんですけど、あかりくんっていうね、うん、あの僕的にすごい面白い子がいてるんですけど、あかりくんが、ゆうきがね、あのホスト長やから、あの新人教育とかを結構してたんよね、はいはい、新人教育とかをしてて、あかりに、あかりっつって、あのゆうきと一緒に席ついたりとか、テーブルマナー教えてもらったりとか してなって言って、はいはいはい、ゆうきにずっとついときってこう僕言ったんですよ、あかりくんが新人の時に、はい、ほんで、あ、わかりました言って、ずっとゆうきの後ろついとって、ゆうきはなんかちょっとあまりにもずっとついてくるから、ちょっともうえって、もうえってっつって、もうえってっつって、バーって振り払ったら、あかりの中の T シャツにシャドウって書いてある。びっくりして。影もうえってって、バーって振り払って、びっくりして。ここに影シャドウ。めちゃくちゃおもろいやんけ。シャドウ。これガチやからね。やっぱあかりおもろいわーって思って。シャドウ。びっくりしたね、ほんまに。そりゃおもろい。そう、めちゃ反応した。っつって。あかりの長い前振りかなと思った。シャドウ。はい、じゃあ一回 CM に行きましょう。時間もあるんで。はい、ということで一回じゃお願いします。はい。I am Yusei, who newcomer just entered AJ. Is there already number one seller? Sorry, he could not be the one any longer, cause I'll be the one. Hey gentlemen, would you like to know how to raise a sale? ようこそ僕のシンデレラ。はい、CM 開けました。はい、開けました。あの、みんな、あの画面上は勇気見えてないでしょ。実はいますから。実はいるから。ここに透明人間の薬みたいなの見てますから、この子絶対見えてへんと思う。なあ、勇気。うん、ほら見えてる言うてますよ。シャドウ。うん、なんか面白いニュースで俺も一回パーって見てみて、はい、俺もほら
寝れへんって言ったやん、入りたくて寝れへんから、あのニコ生でなんか面白いニュース披露しようと思ってパーって見てたら、はい、俺が結構好きなニュースやったんが、そのやっぱり透明人間になりたいっていうのほら子供の頃からさ、ね、みんな男の方あるやんか、はいはいはい、バーってあって、ほんで、透明の薬やっていうやつを体に塗って戦争の最前線で行ってすぐ殺されたこれ全然透明じゃないから、笑っていいんかどうか分からへんけど、分かんないっす、そもそも面白いニュースで載ってたからそうそうそう、いやアホアホそれはまだまだみんな見えてないんかな、ゆうきのこと。リキとは見えてるやん。もう見えてます、今。今何してる？いますか、なんか顎もぐもぐしてる。うん、いやむちゃくちゃ勃起してるからね。ギンギン。ゆうきめっちゃ勃起してるから、ね。今ギンギンですよ。はい、じゃあ面白いニュースお願いします。面白いニュースいきましょう。ニフラムされたって書いてある。消された。消された。存在を消された。お前ね、ニフラムされたもん、ね。時間差で聞いとったですね。ああああ、一発目にかけてましたもんね、ニフラム。面白いニュースなんですけど、高校生が手作り原子炉を作成、で自宅に核融合、自宅で核融合に成功して、近所をドン引きっていうニュースが。それどこの国？ロシア。あ、そう、はい、すごいね、すごいっすよね、科学者になりそうやね。高校生で原子炉を作って、でも近所ドン引きらしいっすね、すごいな。なんかあれよ、ほらスティーブ・ジョブズとかも子供の時のいたずらが爆弾作ることやったらしい、はい、あ、らしいっすね、見ました見ました。そうそう、だから同じなんか感じがするやんか。お前もなんか爆弾作ったことないの？僕爆弾、子供の頃とか、あのペットボトル爆弾みたいなやつはやりましたね。あ、どんななんか作り方は全然覚えてないんですけど、なんかとりあえずバーンってなるやつですね。バーンってなるけど、か何にも覚えてない。ペットボトル爆弾っていうのがあるんですよ、本当に。よう、そういうのやってましたね。うんうん。ね、他は？説明下手くそかって書いてあるよ。ちょっと難しい。ちょっとあの身内のコメントっぽいな。っぽいですね。だからこれ見てるとな、微妙だな、ちょっとこれもクスってなるようなやつですけど、男が小学生に、あの、マンゴー見せたろかって言ったらしいですよ。で、小学生は見せてって言ったんですけど、男はここにはないって言って立ち去って捕まったらしいです。そんなんで捕まんの？捕まったらしいです。どこの国？あの、それワイセ、日本です。京都って書いてます。何がワイセツになるの？あの、言葉が、そのマンゴーってマンゴーっていう言葉が下だかららしいです。で、その小学生が不快な気持ちになって逮捕って、しかもここにはないって言って立ち去ったのに。おわな、何それ、そのニュース本当変な、バナナとか言ったらどないなんのかもう一発でバナナ見せたろかってなあ、やばいっす。確かに変、これね、550人、今の変な人多すぎって書いてあるけど、変な人多いよね。多いっすね。ね、ほんで、昔から思ってたんやけど、なんかほら、閑静な住宅地とかさ、はいはい、なんかある程度治安がいい場所です、土地ですとかいうところにさ、みんな引っ越したりとかしていくやんか、はい、けど変なやつって おるもんね。多いっすね。どこにでもおるもんね。本当に多い。うんうん、いや、歌舞伎町本当に多い気がしますね。うんうんうん、本当に多いっす。お前も入ってるけど、僕も結構なんだかんだなんだかんだで入ってるけどな、結構入っちゃう。ちゃうちゃ、うん、そうそう。いやでもこれは結構多いっす、あの、言い切れないニュースの量が多すぎて、みんなあの地元とかで変な人とエピソードみたいなありますかね。変な人エピソード、どんな人いました？うんうん、こいつ変だなって思った人。ゆうきもなんか喋りよ。おおおお、今ちょっと喋る気分じゃないらしい。ああ、そうなんや。でも結構周り変な人多いな、そう考えたら。リキトのことをリキちゃんって呼ぶ人っておんの？いますね。これやないですか。これどこの人？リキちゃん、562番のリキちゃんって書いてる人、東京の人？誰ですか、リキちゃんって呼んでくれてるのは誰ですか。店で変な人トップ3。前か。まあまあ、
警察の前で子供にタバコ配ってた。あ、それちょっとあれ、それやばい。実家の庭にうーんこさ、これ僕の弟っすね。この弟本当にあの小学校の時にすごくのぐそにハマってる時期があって、弟は弟があの家のトイレすごい弟なんですよ本当に。あの家であのトイレでした時は絶対流さないんですよ、出てるのに流さないし、家のベランダで普通に真っ白のベランダなんです、そこにこうすごいのがあって、でなんでお前そんなことするんだって言ったら、なんかすごいワクワクするって言ってましたね。そりゃ兄もこんなになるんすけど。え、大丈夫、弟今普通の日常生活今はあの定時高校に通ってます、ね、ああそうね、普通にワクワクするらしいです、なんかドキドキというか、うん、なんか俺いけねえことしてんだみたいなのがいいらしい。うんこれよかった、ちょっとまだ高校行けてってまだよかった。ほらワクワクすっぞって書いてあるし、それに対してなんか一回で俺さ、うん、2フラム、ゆうき2フラム溶けたの、うん、って、うん、2フラムやっと溶けた、溶けましたね。あの一回以上、今日ゆうきと会話できへん。でめっちゃ小声で俺今日ゆうきと会話できへんって。なんかムカついてきた今。ガチガチなガチなトーンで言ってる。はい、それでは、はい、面白いニュースはもう終わった、面白いニュースガンガン行こうぜ、ガンガン行きましょう、ガン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 、結構いっぱいある、30ページもある。お、全然いいよ、何も何でも言うていっていいよ、みんなほら面白いニュース、 AJ の面白いニュースを勇気は言ってあげよう。 AJ の面白いニュースですか、確かね、昨日あれですかね、ベロベロで明かりが号泣してたぐらいです。あ、昨日ベロベロで、はい、結構泣き情報の子が多かったりするんで、そう、新しい新メンバー、昨日明かりから5回ぐらい電話かかりだよ。マジっすか、店終わってから1時に店閉めるんですけど、あの1時以降から5回かかってきました。電話何でなの。もうだから俺あかりに、はい、もう分かったよっつって、はい、もうあかりの言うことは分かったよ言うて、もう代表に電話しって言うたら、はい、代表に電話したところで筒抜けっすって言うてから、何の話してんねん、筒抜けっす。何が筒抜けなんか分からへんけど、筒抜けっす、もう分からへんかった、面白かったけどね。どういうこと、あれはめっちゃ面白かったけど、筒抜けっす、うん、めっちゃ明かりなんかあったんかなって、まあ逆に何もない方がおかしいけど、何もなくて、何かあったのっていうか、めっちゃ気になるやろ、俺もめっちゃ気になるんですよ、めっちゃ気になるけど真相がね、なんでなんだろう。他は他あれですかね、あれですかね、昨日結構事件が多かったんで、ニュースで言ったら、あれですかね、あ、僕あれですかね、一昨日僕がうんこ漏らしたのぐらいですかね。もっと大きい声で言うやん。もっと、はい、昨日の夜ですか、昨日の朝方ですかね、うん、軽めにうんこ漏らしたぐらいですかね。まあ俺もよくホスト漏らしすぎって、ホストで漏らす、まあけど俺の先輩とかも結構うんこ漏らしてる人いっぱいおったもんね。おっとおっとおった、やっぱりお酒いっぱい飲むから出ちゃう、なんか胃腸とかがちょっと弱くなったりとかするんやんね。だからほんまめっちゃ男前の先輩とかでも、男前の後輩とかでもうんこってめっちゃ漏らす、めっちゃ漏らす、めっちゃ漏らしてる。いやでも、うんうん、我慢できへんね、なんか、そうね、なんか、うんうん、お腹かなぐらいの感じだったら結構出てる。結構出てる。あ、そうなんや。でも漏らしますね、ホスト。ホストからなんですかね。結構。うん、はい。皆さんは漏らした経験ありますかって。リキとうんこ漏らした経験あるの？僕は何回もある。結構あるっすね、本当に。気抜くとって、あの、このラーメンで、あの、高校生の時ですね、初めて漏らしたのは。ラーメンで替え玉3回してて、歩いて帰ってて、ちょっと催して、出そうと思ったら、うん、全部出たっす。全部出たっす。ホスト何も関係ないよ。面白漏らしエピソードを教えてって書いてある。面白、
僕すごい小さい頃、あのお姉ちゃんが聞いた話なんですけど、僕すごいお尻があのプリプリしてたらしいんですよ、小さい頃。で、あのいいね、かわいいな。おむつ履いてこうテク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 って歩いてて、したらあのまあすごいコロコロのうんちがこうポロ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 あの隙間から出てたらしいんですよ。でお姉ちゃんもこうすごいいたずらっ子だから、うわクッキーだーって思って振りつぶしてやろうって思ってバーンって打ったらうんこだったって僕のうんこだったと。あ、そうなんや、それ面白いな。兄弟がなんか和むな変なんですよ。いや、和む和むすごいな。ゆうきはそういうのないの？僕ですか、僕はホスト始める前ですかね、あの現場仕事やってまして、あの、うん、現場のトイレってあの、なんていうかね、和式のボットンみたいなトイレしかないんですけど、うんうん、そこでこうやって普通にうんこ取られてうんこってたんですよ、うん、うんこって終わって拭いて出て、うん、2時間ぐらいしてからですかね、うん、この作業着ってここがこう広がってるじゃないですか、ここ全部うんこ出てた。漏らしてないじゃん。漏らしてないけど、漏らしちゃねえ。気づいたら、紫の作業着、全部ここだけ茶色みたいな。リキとも現場仕事とかしてたの？僕は現場はしてなかったんですよね。うん、だから飲食店ばっかなんで。あ、飲食店ばっかり働いた。王将とあの中華料理、まあ、両方とも中華なんですけどね。あ、そうなんや。全然肉体労働はやったことがないっていう。なんだことない。勇気は肉体労働。僕肉体と、あとはもうマクドナルドとかそのチェーン店とかね、ピザーラとかやってました。あ、そうなの。じゃバイトってた。何個バイト？一番変なバイトとかなかった？こんなバイトはよくあれや、ほら死体を洗いましたとかさ、なんかオレオレ詐欺の片棒かずさガツガされてたみたいなあるやん。あるね。もうそういうのないの。おもろい、おもろい仕事系。そこまではいかないですけどね。結構なんか、タンパクの、求人情報誌とかで、うん、タンパクの1日限定のバイトみたいなので、恵方巻き作成、恵方巻きを作るバイトっていうのが、1日7、8000円の日給であったんで、応募して行ったんですけど、ひたすらベルトコンベアで流れてくる恵方巻きに、キュウリを置くっていう、8時間。それで7000円、8000円もらえる。もらえる。めっちゃいい商売やな。めっちゃいいけど、感覚おかしくなるっすね。8時間ずっと。こんな細長いキュウリをこうやってる。地味だな。俺そうそうそう、その恵方巻きで思い出したわ。俺恵方巻きの2月3日の時に、はい、なんかな、もう日付変わってもう4日の夜中やんな、はいはい、ぐらいに居酒屋にバーって行って、はい、まあバーって酒飲みながらこう喋ってたら、はい、おっちゃんが恵方巻きこうかぶりつきながら変な方向を見て、なんか壁の方向を見てずっと食うてたんよ。ほんで、うわ、めっちゃ変なおっちゃんおるって思ってて、なんで俺変なおっちゃんおるって言ったら、てかもう終わってるしっつって。もう4日ちゃうしっつって。で、居酒屋も悪いよ。恵方巻きを出してんのも悪いけど、でも終わってるし、壁見てなんか食うて、太巻きみたいなの食うてるし。悪い人と思って。うん、まあそれを当てに俺は酒を飲んでた。何やあいつ。そう、なん言うたろかな。スカさん、何やあいつ多いっすよね。変な人めっちゃ見発見する。 めっちゃ見る。面白アンテナガンガン立たせる。何やあいつってめっちゃ多いっすよね。何やってんの。さっき来月で人指名で行くねってのがいたよ。全然見てなかった。恵方巻き食べたって言われてるよ。恵方巻きですか。恵方巻き僕食べましたね。と西南西ですよね、今年が。西南西向いて一口で食べましたね。恵方巻き食べてないな。食べたことないですよね、僕。なんか恵方巻きを食べるルールみたいな、人それぞれ違うの知ってる？あ、そうなん。知ってる？なんか一回その今年だった西南西見て、何も言わんでパッと食うやんか。ほんま食い終わるまで喋ったらあかんとか言うのね。一口食ったらもう喋るみたいなやつめっちゃおったよ。端までこのまんますよね。このまま食べる、口も外しちゃいけない。一口で食べないといけないみたいな。豆まきとかもなんか地方で違うらしいよ、やり方。あ、そうなの、うん、てかちゃんとした豆まきのルール知ってる人ほぼおらんらしいよ。あ、そうなの。ここはあるんだね。年の数だけ食べるっていうのはあ、プラス1って言うよな。あ、そうなの。プラス 1、 あ、来年もいなんかいけるし、うんうん、みたいな。そうそうそう、数え年プラス1で食べる。そうだ。バレンタインに豆はただバレンタイン何食べたいって。それは美味しいもん食いたいよ。それはバレンタインに、バレンタインに限らず美味しいもん食いたいけど、ね、バレンタインに豆だけは本当にいじめやと思う。
甘いってやつを食べるんですね、豆。鬼を受け入れる家は豆まきしないらしい。器でかいな。あ、めちゃめちゃ鬼ですよ。あれって巻いたやつ食べるんだよね。うん、食べる人もおるやな。マキさん何歳ですかって書いてある。ちっちゃく。めっちゃ754番。めっちゃちっちゃく。マキさん何歳ですか。僕32歳です。長身者。32歳になりました。めっちゃコスパホットくる。マキさん何歳ですかって。30代の人が言い方、僕に LINE ください。LINE してください。下にあるんで。この辺に、これが。これですね。順番バラバラですけれども。そうだね。男は30からめっちゃ言いますね。なんかホストクラブで年齢聞かれて23とか言うと、うん、え、若ーみたいな嫌な顔されるみたいなのがすごいあるあるですね。何歳が一番いいのかなと。みんな甘いものを。あれ聞いてんの？年齢改ざんしようかなと思って最近。年齢改ざんしていこうよ、もう今日から。今日から。ああ何歳、何歳でいくか。何歳ぐらい ?28。ウェッサイ。もう28。分かるやろ。吹っ飛んねん。ウェッサイ。やっと来たって思ったのに。え、なんだ今日なんかおかしいです、僕が。頭おかしいは言い過ぎっす。頭おかしいんちゃう？普通にウェッサイやん。何やねん。おいこなんかあかんですね。もう下痢だからですから、ね、頭おかしい。覚えときや、覚えときや。流れ、覚えときや。流れね。年聞かれたら、もう、ウェッサイ。ウェッサイ。こなんかあかんですね。32歳、かっこいい人多いって、ね、僕も入ってるんですかね。入れてほしいですね。32歳かっこいい。カンマが可愛すぎるって。具体的にどういうところが可愛いんやろね。それが聞きたいですね。おい、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 おいっすけど。てか最近カーマやってんの？全然やってないっすね。だ最近さ、こう何ヶ月ぐらいやってないんかな。いやもう、去年の1月にもう封印するって言ってたんですよ。だから1年前から封印するって言ってるんですけど、なんだかんだでもやったのが去年のね、5月とかかもしれない。5月ぐらい。ほんならもう大体何10ヶ月ぐらい。10ヶ月くらい。半年以上はやってないってこと。そうっすね。はっ、もう余裕で半年はやってないですね。うそ。毎回出てるのに全然カーマはやらないですけどね。しかもカーマやってほしいとかないもんね。ないっすね。もうカーマ宮城さん、いや飽きるっすよ。ぶっちゃけこうやってやってるだけ。え、飽きてないの俺だけ？リスナーさん結構もう飽きてるんじゃないかな。まあ、求めてないけど。あ、まあ、じゃあ求めてないけど。じゃあいいや。いいね、こうやってやってるだけですからね。説明したら両手広げて横に揺れてるだけ。こうやって大声で歌ってるだけ。勇気のさ、なんかギャグみたいな、俺ムービーに、結構携帯のね、ムービーに勇気のギャグみたいなのムービーで結構僕撮ってるんですよ。で、すごい面白くてな、俺いつも定期的に笑ってるんよ、それ見て。ちょっとああ仕事ちょっとうまくいかないなーっていう時とかにそれを見てすごい元気もらってんの。わかる？わかります、ね。わかるやろ。俺この前も笑ってたやろ。一人で。はいはい。懐かしいやつが聞こえてきて。やってやってってほら。こっちは求められますね。やっぱり笑いを求めてるからね。はいはいはい。基本的に笑いを。やっておきましょうか。やるやる。なんかほら。なんやねん、ほら声かけるやつあったやろ。せいやとか、せいやとか声かけるやつ。何やったっけ、どんなんやったっけ。あれはですね、あ、そうそう、あ、流れどんなんやったっけ。アンケートです、ね、あ、それできる、できる。あ、じゃあ、はい、今からはい、やりますんで、はい、ゆうきとりきとで、今からもう即興でね、即興でできるんで。はい、行くよ。はい、じゃあ、ちょっと待って、CM って2回やったっけ。あ、2回、もう1回ですね。あ、ほな CM 開けてからやろうか。やりましょう、はい、行きましょう。はい、じゃあ CM お願いします。もう開けた速攻でやります。すぐやる。上京して1ヶ月、ホスト未経験、入店1ヶ月目の俺がナンバーワン。金も女も全てを手に入れる。これからこの歌舞伎町で一番のホストに。マリル。携帯、スーツ、
住居すべて完備 BS グループ行きます。はい、サンサン、リンリン、あのアンケートを取ってもいいですか。はい、アンケートです。アンケートライフ、アンケートライフ、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 こういうことっすね。こういうことです。いや、面白いわ。やっぱいいわ。やっぱり真顔がいいよね。ね、多分みんなももしなんか電車とかに乗ってたりとかね、バスで乗ってる人、多分めっちゃ笑ってると思う。めっちゃニコニコ。まさかここでラララライカと。めっちゃ懐かしいね。むちゃくちゃ良かったよ。俺はほんまに。ムービー撮っときなかったもん。何個か携帯にあるっすね、うんうん、懐かしいね。みんなあの懐かしい芸人とかこうな、あの、はいはい、もう一回見たいみたいなある。勇気とリキと何でもできるからね。大体できますからね。最近流行りのやつはちょっとね、わざとしないもんね。わざとしない逆に、はい、最近のはもう逆にしないです。ルネッサンスね。あー、ヒゲ男爵、ヒゲ男爵ね。そんなの関係ない。やったね、やってたね、やってたね、やってた、やってた、ルネッサンスやってたね、やってた。そんなの関係ねえもやってた。やってたね。他なんかあるかな、みんな。懐かしい芸人ですね。樋口カッターね、やってたね。あと、あの、P に樋口カッター言うて、ここにチョップして、どつき回されたやってたね。初めて決められました。AJ 始まった時にやってたね。厳しかった。厳しかった。P 腰切れてた。なんて言ったの。もう大体このぐらいなんかな、みんな。懐かしの。懐かしの。ヒロシですとかね。はい、ヒロシね。ヒロシです。あとやっぱり一番好きなのはね、ゲッツ。あ、ゲッツいいね。一番。ゲッツは一番いい。一番いいですね。めっちゃやってましたね、ゲッツ。懐かしいな。アンドターン、アンドターン全然おもんないっすね。冷静になると全然面白くないよ。なんかな、いやー、冷静になった。あのね、今年入ってぐらいかな、なんか別に、ほら、今年入ってからライトと、銭湯に行ったんですよ。ライト、銭湯行って、ライトって、銭湯苦手なんや。めっちゃに、あ、苦手っていうか、サウナとかがすごい苦手で、はい、で、一緒にこう風呂入っとって、すぐ、あ、もう出ますとかで出たりとか、まあ、ライトサウナ入ろうって、はい、サウナパンって入ったら、ほら、ライトが、いや、もうきついっす、つかさんってこう言うから、ライト、もうちょい我慢しようよっつって、わかりました、我慢しますって、バーって、ほな、あの、砂時計が、もうゼロになったらすぐ出ますね、みたいなのライトが言ってきて、あ、わかった、ほな、砂時計ゼロになるまで我慢しようよって、これ、二人でこうやって。なんか声が聞こえんのよ。でパッて見たらライトがちっちゃい声で「ネズミ先輩の歌を歌って歌歌いながら我慢しとって、つらすぎて、もう限界やろ、つらすぎて、あ、ネズミ先輩の歌歌ってて、めっちゃちっちゃい声で、俺、真横の俺にしか聞こえへんって言われて歌ってて、もうびっくりしちゃう。もう早、もう、だからもう早、でっつって。もう限界超えた。めっちゃ懐かしい。限界超えてるっすね、それは。完全に。もう一個あるんだよ。そのサウナね、もう一個あるんやけど、面白いやつが。銭湯に行ったら、ほら、サウナって別料金で300円、400円ぐらいをこう払ってからね、そう、こうサウナだけの人、そこはサウナ入ったりとかするんやけど、鍵くれんのよ。
サウナの鍵みたいな、はいはい、こうちょっとフックになったような、はいはい、プラスチックのフックになった鍵をくれるんやけども、はいはい、だけどそれが全然わからんくて、はい、ここにこうつけながらあのサウナの入るときにガタ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 ドアを言わすんよ。ほんで誰やガタガタ言わしてんのってパッて俺横におったおっちゃんとパッてドアのとこ見たらライトがここ鍵つけてんのにプラスチックの鍵つけてんのにドアをこう反動で開けようってガタガタしてんのパッて開けようってちょっとすごいこわもてのおっちゃんがバーって行ったよ扉にこう開けて中からこう開けてライト入れて「いや兄ちゃん腕にこれ鍵ついてるやんサウナ」って言ったらライトが「あこれ鍵やったんすか」背中かくやつやって思ってた誰が背中かくやつあずあたすねんって俺サウナであの温度上がってかゆなってやつかゆかくやつの鍵やってなんかやっちゃったもんねやっちゃったちゃったサウナ鍵やから言ってもうでその後おっとばばばばばばわけ全然わけわからんサウナめっちゃ嫌いやねん帰りやん反動で開けようとバンって押してバンってやったらちょっとこうなるかその反動で開けようとしてガッガッそれにひとーすポンポンでこうやってやってどんな今までどうやって暮らしてきてんのすごいなそういう話しやばいななんか露天風呂とか行って全然月見えへんわ月見えへんわって一人でずっと言ってたんだよ露天風呂行って全然月見えへんわって一人で誰も絡んではないの結構おっちゃんとか思ったり知らんぷり知らんぷりめっちゃ面白いやばいなライトさんおもろいっすねライトめっちゃ面白いライトはむちゃくちゃ面白いだからみんなライトの知らないことすごい多いと思うあ知らないめちゃめちゃ面白いからライトは、うん、めっちゃほんまにおもろいっすあうん好き見えないななんで見えないそんなに月見たいんて多分なんかライトの口癖がさ、ほら俺満月になったらなんか人変わるからなみたいな聞いたことあるからだからよう言うやろ、はい、なんかだからだから俺ライトにいつも言うみんなめっちゃ言うやろなライトがあーはよ満月ならんかなって俺めっちゃ満月の時もう人変わるからなとかめっちゃこう言うのってんーってそうなんそういいよもうそれで生きよずっと満月見てる時のキャラで生きよいやライトとかねそういうところもあるけどむちゃくちゃ料理が上手やったりとか、はいはいはい、面倒見もすごくいいしねっずっとずっとお世話しまってますからね、うん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 、なあむちゃくちゃいいやつめちゃくちゃいい、うんうんうん、そういうのないの他に風呂系ですかねいや別に何系でもいいよあまあ住居いいうん、どうだろうな流行ってた遊びが地元でありましてあの、うんうん、スーパー銭湯みたいなところで同じくサウナしたんですけど、うんうんうん、何人かおじいちゃんとかいるじゃないですかおっちゃんとかが、うんうん、で僕が地元で何人かで行って出ようかなの時に一人が先に行って、うん、ドアこうやって開けるじゃないですか、うん、開かないって言って開かないふりするんですよ、うん、ずっと開かなくなったふりをしているとみんながなんかすごいえみたいなおじちゃんがすげえ目で見てくるんです、うんうん、やばい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 っていうのが流行ってましたって話ですね次行きましょうなんでしゃべるの、ま、なんで言うたんそれなんでそれしゃべったいや最後よりこれは先の方が勝ったなと思って言うときたかったよ先にで最後にもう流すみたいな俺あのマクドナルドなんですけど、うん、マクドナルドで、うん、あのすごい女子高生がいっぱいいたんですね、うん、であのいろんなあのおばあさんとかちょっと年寄りの方とかもいっぱいいて、うん、あの女子高生がこうアイスコーヒー18個ってアイコ18って頼んでたんですね、うん、でその後こうバーって言ってその後ろにおばあちゃんがいたんです、うん、そしたらおばあちゃんがトメコ64って自己紹介自己紹介したアイコ18、アイスコーヒーだからトメコ64っていうのがありましたねなんか俺 の, あの友達の
彼女の俺めっちゃ遠いんやけど、俺今トメコで思えない。俺のともう時間やばいけどちょっと巻きで喋るわ。俺の友達の彼女のお母さんがトメコっていう名前。はいはいはい。でなんでトメコっていうのってそのおばちゃんに俺聞いたら、なんか5人兄弟かな、あ、8人やわ、はい、8人兄弟かなんかで一番末っ子なんやって、はい、ほんでこれで止めるぞって言うてトメコにしたんやって。ああなるほどなるほどなるほど、これ止めるぞってだからなんかトメコっていうのでトメコにしたんやって。俺もうその時もうツボにハマって、中学生ぐらいの時めっちゃツボにハマって、何やそれおばちゃんめっちゃおもろいやんっておばちゃんもそやろ続きあんねん実はなんつって私な弟おんねん止めれへんかった止めれへんかった弟なんていうのっつったら富男っつって、まあ、普通やん全然普通やん何が続きやんねんはい、もう時間なんで、はい、もうあと残り5分なんで告知をやりましょうか。早かったですね、っすね。まずは、イベントから、2月の2月のイベントから、はいはい、2月のイベントは、14、15に、2days でバレンタインのイベントをやりたいと思います。よいしょー、レースでバレンタインが、はい、はい、イベント内容としましては、幹部の人たちが、自分で、まあ、バレンタインのねチョコレートを作ったりとか、ちょっといいバレンタインを買っていったりとかして、抽選で、お客さんに当たるようになってます。やってます。なんで、逆バレンタインイベントみたいな感じですかね。そうですね、はい、それを 2days でやりたいと思います。セントバレンタインデーみたいな、うん、だからぜひぜひ遊びに来てください。もしかしたらむちゃくちゃいいねやつが当たるかもしれないんで、はいはい、し面白いのもあるかもしれない。ありますね、めちゃくちゃ、ね、バレンタインにしか見れないのもね、うん、あったりするんで。でその次の、16日は16日、ね、ユーゴのバースデーイベントがあります。はい、14、15、16でイベントがあります。はい、はい、でだからゆうごくんのイベント、バースデーイベント、ぜひぜひ面白くなると思うんで、思うんでね、はい、遊びに来てください。まあ、はい、そして毎週火曜日はね、大好評 AJ デーもあります。 AJ デーもあります。はい、なんで、AJ デーの特典としては俺あんまりよくわからないまあセット料が安くなったりとか、早い時間で、早い時間するんで、あと社長がすごいことを忘れてたんですけど、プロデューサーのバースデーもありますね。ああそうそうそうすごいことプロデューサーのバースデーもあります。22です、22日がリセットのやつもらえる。そうですね、あとなんと今月から初回、リセットキャンペーンっていうのがありまして、はいはいはい、まあ、先月より前に来た子はもう一回初回で、指名がなんか送り指名間違っちゃったなとか、はいはい、別の子がなんか、まあ、いいかなとか、うん、もう一回ちょっと誰か見てみたいかなとか思ったら、うん、リセットしてるんで、もう一回初回で来れるんで、はい、ぜひまた来てください。何回でも、はい、何回でもというか、リセットするんで。まあまあまあ、もう一度見に来てくださいということですね。お願いします。はいはい、残り8秒なんですけれども、はい、告知はこれですね、はい、あと今日ニコ生見たれ5名様まで500円なんで、はい、みんな待ってます。またあざます。ぜひ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチューブ、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら。
パソコンはこちらをクリック。そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。